はい、じゃあこれからね稲刈りが始まりますけど、まあ以前にもね動画撮ったんですが、コンバインの刈り幅とキャタピラの通る位置の相関関係ですね、これをちょっと説明します。でこの青竹が見えると思うんですけどね、よいしょ、ちょっと前ごめんなさい、青竹、これが、キャタピラの外側です。で、これがね、今買っている株で、右側、画面で言うと左側から1、2本買ってきます。ですが、この外側のバインダーの爪をここぴったりに合わせると、実は3本枯れます。で、ですから、今、多分、まあ、うちのように二畳狩りで買ってる農家さんってのはあまりないと思うんですけど、3畳、4畳、5畳なり、6畳、7畳まであるのかな、なりまであるんですが、実際枯れる刈り取り数よりも、一株余計に刈り取りができるようになってます。ですから、7畳狩りの場合は、7畳狩りの、運転席側から見て右側の爪をギリギリここに合わせると、最後はここは8列目を刈ることができます。はい、それをちょっと頭の中に入れておいてください。で、これ二畳狩りに戻ります。二畳狩りに戻りますと、この幅ね、これとこの幅を刈っていくと、キャタはその外側通ります。で、普通は、左回りなんで、まあ、例えばここずっとね、カメラの方にまっすぐ刈ってみますと、この2本刈っていくんですが、この進行方向右側の爪をこのギリギリに合わせると、3列刈れます。3列刈れるということは、これをまっすぐ突き当たりまで刈っていくと、この左に旋回するときに、この真ん中の爪からここの爪の間は何もない状態でですよね。これも刈っていっちゃいますから、二畳狩りなんだけど三畳刈っていくんで、ここが空いてます。ここがね、約ね、一株30センチだから45センチから50センチぐらいあります。っていうことは、ここを利用して旋回ができます。ですから、まっすぐ刈っていって、バックして左に寄っても、この部分は何もないんで、踏まないで済みます。ただそのままその場で直角に曲がれないんで、実際はまあ斜めに刈ってってね、だんだん広げていくんですが、そういうやり方で、最近は、へり刈りをね、四隅4コーナーを刈らないで、済むようなやり方をやっている農家さんが多いです。だから外側の一畳を余計に刈ってるっていうのをちょっと頭にイメージしていただきたいと思います。はい、でこれからね、一番外側、大外を刈っていくんで、その刈り方について説明、しながらね、やっていきたいと思います。じゃあ動画の方はね、一回止めます。